この梅雨の大雨の理由について気象台に聞きました同じような場所で雨がずっと降り続くということになりますので総降水量も多くなりますその中に発達した雨雲があればあさらに多量の降水をもたらすということで戦場降水帯が発生したりということがあります停滞する梅雨前線に暖かく湿った空気が流れ込むことで起きる記録的な大雨 去年8月、村上市などに大雨特別警報が発表された際も、こうした条件が整っていたとい,います。まあ梅雨が明けたからといって、バイオ前線はなくなるということではないですので、で条件が整えば前線が発生するということはたびたびありますので、えー、夏の時期の前線には気をつけてください。気象台はは警報ななどどが発表された際にはキキクルなどを使って 状況を把握し、適切な行動を取ってほしいと呼びかけています。